こんにちは、マッシューです。この間コロナのオミクロンに感染しちゃったんで、まあ本日はこの動画を通して自分の経験を皆様にシェアしたいなと思います。少しでもご参考にしていただけたらなと思います。最近結構感染者数が増え続けているので、皆様もお体を気をつけましょう。どんな症状を出たのか。まあなんだろう、こう普通の風邪のような感じはするんですね。まず喉が痛くて、熱も出して、あと、咳も出たりするんですね。あと頭痛はひどくて、全身筋肉痛がひどいです。多分肩こりの原因もあるかもしれないんですけど、特にここら辺の肩の筋肉すんごいだるくて痛かったんです。そうですね。まず、1日目は夜からです。少し喉が痛くて、痛いというかちょっと熱く感じるんですね。なんか暖房で乾燥してんじゃないかなと思って、で、たくさん水飲んで寝ました。それで大丈夫じゃないかなと思いましたね。で、次の日起きたら喉が痛くて、本当に痛いです。もうこれはやばいぞって思って、ちょっと覚悟はしました。で、その日の夕べになると、すんごい疲れてて、ちょっと寝ました。起きたらもう力が出ないって感じをするんで、そして熱を測ったんですけど、37.3 分ぐらいかな。まあそこまで熱は出てないんですけど、ちょっと自分でも、これは陽性かなと。あと夜寝るときすんごい寒気したりしてたんです。でね、3日目は一番大変でした。もう朝から熱出して38.8 分くらいかな。で、全然力が出ないんですね。まあ、頭痛もしますし、筋肉痛もするんですね。もうマジで全身痛かったんです。まあ、とにかくだるくて、もうずっと寝てて、何にもできない一日でした。4日目はですね、4日目もだるかった気がします。なんだろう、熱がね、下がったり上がったりして、で、元気になったなと思って測ったらもう熱下がったんですね。で、また寝たら起きたら、ああ、まただるくなって。その日の熱はね、繰り返してる。もうあんまり記憶がない。ずっと寝てた一日の感じはしました。5日目になると、熱はね、下がりました。で、倦怠感もあんまりひどくはない気がします。ただその日、咳出るとすんごい頭痛いです。ここら辺が、特にここめっちゃくちゃ痛かったんですね。毎回咳てたらもう脳震盪してんじゃないかと思いました。で、水槽とかちょっと消毒しようと思ってカビキラーを使ったんですね。匂いはねしませんでした。なんか鼻詰まりんじゃないかなと思ってもうあんまり気にしなかったんですけど、夜ご飯食べる時に味も全然しなくてやばい、もう嗅覚と味覚両方なくなったんです。6日目は元気になりましたね。ただ何時間経ったらまた疲れるんですね。もうすごい寝たくなるんですよ。寝たり起きたり寝たり起きたりっていう感じでした。7日目はですね、もう1週間なったんですね。どうだったんでしょう。まあよく寝たりしてたかもしれないんですけど、だんだん元気を取り戻した感じはします。もうほんと咳だけ残ってる。あと嗅覚の味覚の障害。そこはもう今でも障害があるんですけど、こういう、まあそういう感じの一週間でした。まあちょっと風邪気味って感じはするんで、漢方のカッコントを買いました。で、咳止め薬と、ビタミン D3 も買いましたね。薬を一週間飲みました。でも症状ってやっぱり一人一人違うから、こういう薬でいいのかってやっぱりお医者さんに聞いた方がいいと思います。あとなぜビタミン D かっていうと、症状が悪くなるのを防止できるって、漢方薬のわかる友達が教えてくれたんですね。インフルエンザにかかったことはないんですけど、でもちょっとインフルエンザの症状に似てんじゃないかなと思います。一番厄介なのは嗅覚と味覚の障害ですね。まあ今はこう少しずつ戻ってきてる感じはするんですけど、でも2、3週間経ってもまだ味覚は 20% くらいしかないと思います。嗅覚はですね、5% くらいしかないかなと思います。いやーわかんないですけど、やっぱり全然匂いはしないんで、戻ってきてないかなと思います。だから怖いっちゃ怖いんですね、この病気って。
皆様の3つの密を避けて、消毒を心掛けて、衛生管理しっかりしましょう。以上、私の経験でした。